ですね、フランスに勉強に行ってこの印象派を勉強して持ち帰ったのが岡田たちなんですよ。でその後に生まれた我々のグループですから、それをやっぱり引き継いで勉強しているグループです。でその後もう20世紀になったら、独立のような新しいその抽象絵画を描くようなグループ